ザーサイザーサイ指数とは、中華人民共和国の経済の指標である。ザーサイの消費量の増減を土地ごとに調べ、それをもとに出稼ぎ労働者の移動をはじめとする人口移動を推定し、景気情勢の判断材料とする。経済観察法によれば、ザーサイ指数は中国国家発展改革委員会のある官僚により発見されたものである。 発表直後は大いに議論が巻き起こり、科学的ではないと否定する意見もあった。例えばザーサイの大手メーカー、不良ザーサイ集団は、関東省における同社のザーサイのシェアが過去8年間で縮小していて、家中、中原、西北の2011年の売上高は、前年比145から157%だったのに、対し、河南地域では101.28%だった。 と発表している。この指数は中華人民共和国先部にあった企業が中西部へ移転し雇用機会が拡大、それに伴い東部にいた出稼ぎ労働者も中国中西部へ移るようになったという傾向と重なっている。さらに国家統計局が2013年5月に発表した2012年中国農民公調査観測報告ともまたこの指数は合致している。 農村出身の出稼ぎ労働者は農民工と呼ばれており、そのほとんどが2015年末の時点で建設業か製造業に従事している。彼らは仕事がありさえすればその土地へ移り住む。中華人民共和国では戸籍が置いてある地域以外に移り住む際に暫定居住証を申請する義務があるが、本人に長居する予定がない場合には申請がなされないことが多い。 このため、公的に把握される人口と実態との間に乖離が生じる。ところが、中国人は、収入の高にかかわらずザーサイを好んで食べる上、中華人民共和国内のスーパーマーケットでは、ザーサイが安価で買える。よって、ある土地のザーサイ消費量の増減はそのまま、ある土地の人口の増減も示唆することになるのである。産経新聞社の焼い昭秋は、 中華人民共和国では、地域の経済成長がその地域の指導者の能力評価にそのまま直結するため、経済指標を水増しして中央に報告することが一般的である。しかしザーサイメーカーがザーサイの売り上げを水増しすると税金まで増えてしまうため、改ざんされていない数字が発表されると主張している。a b 的 なし数経済観察法2016年6月9日、閲覧 ABCD 相手秋を飲め、公式統計ではわからぬ、中国経済の実態が、ザーサイでわかるかつて、週本来は毎朝あれをチェックしていた、産経ニュース2016年6月9日閲覧 ?ABCD 中国官僚の新発見、ザーサイ指数、出稼ぎ農民の移動を知るて、 がかりに、キンブリックスの2016年6月9日閲覧、なし数施工適上化示せ、ザ・ペキンニュース2016年6月9日閲覧、ABC、ザ・サイ指数は、中国都市化の縮図、東部の流動人口減少を示す、中国メディアフォーカスアジア2016年6月9日、閲覧。ありがとうございます。